さん。まあ、男子も女子も残念な結果ではあったと思うんですけど、まあ、自分的にはドヤ顔できるぐらい気持ちいいプレーをできたので、まあ、負けはしたけど、あまり後悔が残る試合ではなかったので、よかったなと思ってます。まあ、後輩たちにもこれから先、いろいろ長いバレンジスであるという、あと2、3年ぐらいの時間とかもあると思うから、まあ、悔いの残らないように部活を頑張ってもらえたらなって、まず一番思います。で、まあ、まず言いたいのは、男子バレー部の後輩たちには、俺を言いたくて、まあ、背も低いし、大して上手くもない自分だったんですけど、まあ、一番バレーを長くしてきてる人間だったから、自分のバレー部のことを、うざく口出しはずっとし続けて、まあ、うざい先輩だろうなと思ったんですけど、今でもそんな俺についてきてくれて、嬉しかったです。ありがとうございました。まあ、これから先、バレーボール人生、長い方ですけど、男子バレーは特にこれから、引退するのは1年半、減らないので、ゆっくりする時間もあるし、まあ、ね、誰かぐいぐい引っ張っていける人間がいるかって考えたら、誰か引っ張ってくれるんだろうっていうところもあるんですけど、でも、本村がまず、山の俺らが負けた後もギャラリーにいなくて、こいつがサブアリーナを一人で練習をしているところを見て、なんか嬉しかった。俺らのチームが負けて、その悔しさでまた次の練習に頑張ろうとしているところが嬉しかったし、大城は最初キャプテンとしたクソおどおどしてるやつで、こいつ大丈夫かみたいな感じだったんですけど、今はもう俺嬉しくすぎて、見てお前らみたいな、そういう頼れるレベルのチームの柱として頑張ってくれるプレイヤーになってくれたのも嬉しかったし、最後の嬉しいね。まあまあ、みんなある程度満足できる試合ができたと思うので、まあ、悔し涙を流せる試合ではなかったと思うんですけど、勝つことだけ後輩では泣いてくれて、それもすごくいつもクールぶってる勝つことなんですけど、そんな中で泣きながら悔しさを全面出してくれた勝つことが嬉しかったです。という、なんか俺と一緒にバレーしてくれた優しい後輩たちとバレーできたことが6年間のまあ、いい思い出かなと思います。まあ、女子バレー部の人も、ね、この2人がいなくなって、4年生は普通の4年生が一番になると思うけど、いろいろ大変とは思うけど、今はしっかり後輩引っ張っていってあげてください。あと、ラスト試合をしてあげてください。もしくはこの後輩たちの試合感の皆さんが異常なので、試合をしたいです。まあ、そんなことで、まあ、やめようと思った時期があって、マジで急にしたシーズンもあったんですけど、まあ、なんだかんだ6年間続けられてよかったと思ってます。今やめようかなと思っている人は、ぜひ続けてもらえたら、6年間続けた人にしか見えない、まあ、すがすがしたというか、気持ちいい景色があると思うので、それを楽しみにして